さて、判定3対0によりまして、赤コーナー、三浦翔選手の勝利です。判定3対0によりまして、赤コーナー梅本大成選手の勝利です。高戸選手の勝利です。
アンボーナー伊藤博史。高橋貴人。
終了です。勝ちました。塩野選手は1月25日に FIBA有明に行われますレベル1のチャンピオンシップオープニングファイナルに参戦です。